どうも、アリスキテラです。今回もセブンナイツ2やっていきたいと思います。で、今回はメインストーリーベリーハード12章、ウィンディゴの方に挑戦してみたいと思います。それでは、スタートします。編成は最後にお伝えしたいと思います。できるだけ避けていきたいけど、これは避けれないな。これも避けれないな。あ、しかも転倒させられる。いや、この位置まずいな。味方が食らっちゃう。いや、痛い。攻撃痛いな、結構。おっとっとっと、直線の攻撃来た。どんどん壁に追いやられていくな、これ。あっと、直線の攻撃みたいなの来てる。残り体力 95%、 全然削れてないな。まあ、防御寄りにしてるんでなかなか削れない。ちょっと痛いな、攻撃が。いや、これかわしたいけど、ちょっとこれマラソンしちゃうかな。これこっち側に、あっと、レイチェルが引っかかっちゃったな今。いや、これペット使いたくなるな、もう。さあ、残り 90%、 じわじわと削ってはいるな。痛い。これ無理して避けなくても大丈夫かな。これ避けずに、これは、これも、あ、これでも転倒食らっちゃうか、味方が。おーおーおー、ちょっとめっちゃ転倒してる。またまたの長期戦だ、これ、また。見えないな、これ。残り 84%。シールド張ってくるな、相手が。シールドを解除した方が早いかもしれないけど。おっと、痛い。あっと、転倒した。3人転倒してる。ただでも、凍結がやらしいぐらいで、そんな、めんどくさい攻撃は特にない。痛い。あっと、なんか後ろ狙われた。カリンがね、あっと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 、集合音して逃げよう。危ない。違う攻撃が飛んできたな。いや、これ集合音しておいた方がいいか。逃げ遅れちゃうな。ちょっと向きだけ調整していきたいな、これでも。痛い。ちょっと待って。危ない。ちょっと味方まで転倒させられるのはめんどくさいな、ちょっと。そろそろなんか円の攻撃が飛んできそうなんで集合音しとこう。で、飛んでこないな、そう言って。ちょっと場所を移動するか。見えづらい。残り体力 74%。
うわ、転倒した後に炎攻撃食らうとやばいな。残り 70%。 いや、やばい、転倒した。転倒は防ぎようがないよな。順調に削ってはいる。残り 68%。 アデルが耐えられればなんとかいけそうな気配は漂ってきてるけど、あれ、さっきの炎攻撃はいつ来るんだ。まだ何回もやってないから全く敵の攻撃パターンがわからない。アデルがやばいな。アデルが、おっと、氷結攻撃来て直線来た。転倒させられて、また氷結攻撃。じわじわと削ってる。おっと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 、転倒してる、転倒してる、転倒しまくってるな。おっと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 、氷結来てる。さあ、残り 60%。 転倒来て、さあ、おっと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 、危ない危ない危ない、なんか怖い、なんか怖いぞ、なんか怖い。ちょっと引き離すか、ちょっと引き離すか。あーっと、転倒させられた。残り 56%。 ダメージはそこまで痛くなかった、痛くないな。氷結は突進がでも転倒させられちゃうな。これが転倒させられちゃうな。カリンさえ狙われないようにしとけば大丈夫なのか。ちょっと痛い痛い、攻撃痛い、攻撃痛い。さあ、残り 52%。気持ち避けたいけど避けれないな。 50%、 残り 50%、 やっと半分。あれ、炎攻撃みたいなやつが来ないな。残り 48%。 おっと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 、転倒してる。いや、痛い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 、あ、痛い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 。危ない危ない。さあ、残り 45%。 いや、痛いな、攻撃が。うまくかわせないかな、これ。直線の転倒。でも、仲間が入っちゃうから。おっと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 。残り 42%。転倒しまくってるな。さあ、ちょっと移動するか。狭くなってきたぞ、なんか。カリンが入らないように。
残り 40%。 おっと、カリンが狙われたか。危ない。あっ、ちょ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 、危ない危ない、怖い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 。なんだ、突然援攻撃来た。いつ攻撃来るかわかんねえな。パターンがよくわからない。まだあんまりやってないんですよね。10回もやってないんで、3、4回しかやってないんで、敵の攻撃パターンがいまいちわからない。てか全くわからない。ただじわじわと削ってる。 35%。 あっと、転倒きた。ここで援攻撃食らうとやばそうなんだけど、来るわけではない。残り 33%。 なかなか減らないな。ただ順調に削ってはいる。何事も、最後まで何事もなければいいんですけど。転倒した。いや、これ大丈夫か、大丈夫か。カリンが転倒しないから大丈夫か。いや、この向きはまずいな、この向きはまずい。あ、カリンがライン上に行かないような位置にしとかないとさすがにまずいかな、これは。3人転倒した。さあ、残り 25%。 無理に避ける必要もないか、これ。転倒が、カリンが巻き込まれなければ大丈夫な感じだな。残り 23%。おっとっと、痛いな、痛い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 。ペット使うか、大丈夫か。ちょっと見えづらい、見えづらいけど、転倒してるからわからない。これちょっとこっちに引っ張ろう。さあ、残り体力 20%。 いや、痛い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 、なんか痛い。あ、不滅の炎よが。長期戦にはなっているけど、アデルさえ落ちなければなんか安定して倒せそうな感じにはなってる。痛い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 な。地味な戦いが今回も続いてる。残り 11%。 あ、これカリンが入っちゃうか、この位置だと。間違いなくこれ最適な編成ではないと思いますけど、やっぱバフ解除が欲しい気がするな、シールド貼ってくるから。痛いな痛いな、攻撃痛い。ちょっと間に合わないか、これ。ちょっとペット使おうか。使います。
まあ、ちょっとマラソンしてもいい、良かったかもしれないけど、残り 7%。いや、この位置はまずい。カリンが直線の位置に入るとまずい。カリンが転倒すると多分回復ができなくなるので、カリンだけは転倒しないような位置で、さあ残り 5%、 ゴールが近い、ゴールが見えてきた。残り 3%。 あーっとな、残り 3% でシールド貼られたな。またシールドが本当にうざいな、これ。ちょっとこの位置はまずいか。あっと、アデル大丈夫か。アデル頑張って、 OK、 大丈夫。さあ残り 1%。 OK、 いけましたね。イベントの方はスキップします。というわけで、ウィンディゴの方を倒すことができました。もう少しだけ待ってて。それじゃあ使った編成を紹介しておきたいと思います。縦役にアデル、凍結が痛いので縦役にアデルで、陣形の方は、戦術陣形を使いました。で、敵の火ダメを抑えるために、まあ、私が最近よく使っているケイドなんですけど、ケイドさんは、防御型ということで、今回、ケイドの代わりにテオンを使いました。で、テオンは万能型なので、この戦術陣形の効果を得られるということで、凍結にならずに済むと。で、後列に攻撃型のレイチェルを配置して、まあ、これで全員凍結にならない、陣形になってます。で、テオンの方なんですけど、私動画で何回も紹介してるんですけど、ケイドさんの方は、この信念の突進っていうスキルが強くて、20秒間敵が与えるダメージが 46.4% 減少するっていうものを、スキルを持ってるんですけど、これと同じようなスキルを、テオンさんも持ってまして、20秒間敵が与えるダメージが 45% 減少と。なので今回はこの戦術陣形が当てはまる万能型のテオンさんを編成して、やりました。まあ、ちなみに、ギラハンとかも、敵が与えるダメージ減少効果っていうのを持ってるんですけど、まあ、こちらはまあ、レア度が低いので、今回はテオンさんの方を、使いました。じゃあ、それじゃあ、あと、装備の方を、お伝えしておきます。で、アデルさんの方は、凍結の免疫を上げるために超越者の誓いのセット装備をつけてます。で、テオンさんは、まあ何でもいいっていうわけじゃないんですけど、まあここ多分スキルクールタイムがやっぱいいと思うんですけど、火ダメを抑える、効果が長く続かせるためにはスキルクールタイムがいいと思うんですけど、まあ、装備がないので私はアバランチの防御が上がる装備を使いました。で、まあ、レイチェルとカリンはまあ、いつもと同じ感じなんで、あんまり紹介はしないですけど、レイチェルはまあ、クリティカル装備で、ステータスはこんな感じです。で、カリンは、スキルクールタイム短縮。で、ステータスはこんな感じになってます。で、あと潜在力の方、アデルと、
低音だけ紹介しておきたいと思います。でアデルの方はこんな感じになってます。であとテオンさんの方が、こんな感じですね。アデルとテオンはまあほとんど育ててはないですね。もうほとんど、まあ、装備の力ですね。装備を付け替えれば、まあ、戦力簡単に上がるので、で新勢力もいつもと、まあ、前回と変わってないんですけど、一番下だけレベル9で、マスタリーの方なんですけど、マスタリーはレベル15が、対象の攻撃力が 5% 減少で、あとレベル65状態異常に対する免疫は 5% 減少、5% 上昇と、あと、レベル70の方が敵から受けるダメージが 7.5% 減少ということで、耐久寄りのマスタリーにしてます。まあ、ここは凶暴化がなかったので、耐久寄りのパーティーにしてます。まあ、ちょっとなんだろう、シールドとか貼ってくるんでバフ解除薬を入れてもいいかもしれないんですけど、まあ、ちょっと私はもう安全を期して、まあ、ほぼ盾薬2枚みたいな感じでやってみました。というわけで、引き続き12章の方、まあ、多分最後のボスになると思うんですけどの方を進めていきたいと思います。今回は以上になります。最後までご視聴ありがとうございました。それでは失礼します。